ハッピースクール。あなたはこの空が大好きですか？前回のあらすじ。謎の少女に俺は出会った。不思議な雰囲気を醸し出すその少女に何か不思議な感じを抱いた俺だった。実はあの女の子は第3のヒロインらしいです。皆さん、攻略対象ってことかな。これヒロイン3人のうちの1人です。謎の少女、制服が違ったけど誰なんだろうな。わからん。というわけで、そんな感じで始めていくぞ。続き、俺は教室に戻ってきて自分の席に着く。後ろの席の黒薙が話しかけてくる。中崎、お前今までどこ行ってたんだよ。探したんだぞ。なんで探したんだお前。俺のことそんなに好きなん？わざわざ探してくれるほどお前俺のこと好きなん？俺はお前のことそんな好きじゃないけどな。なあ黒薙、一つ気になることがあるんだがいいか。ん？なんだ？変に改まって。あのさ、最近俺たちの学年に転校生って来たっけ？転校生？制服が違うけん転校生っていうのが一番ピンとくるよね。黒薙は考えるような仕草を見せる。確か一人だけ来てた気がするぞ。別のクラスだけど。あ、おるんじゃ。ああ、そういえばしばらく前の朝礼でそんなことを言っていた気がする。朝礼の内容なんて流し聞きする程度で記憶にはほとんど残らないので無理もないか。そうだな。朝礼とかそういうのは結構ボケっとした時はあるよね。あんまり真面目に聞いた試しが俺もないような気がする。で、その転校生とやらはどのクラスなんだ？委員長、転校生のクラスって何組でしたっけ？めっちゃ立場下になってる。委員長に対しての立場めっちゃ下になってる黒薙を。今の聞き方。肝心なところ覚えてないのね。1組よ、1組。ありがとう、委員長。さすがの委員長だ。俺は教室の壁時計を見る。時間はまだ少しあるようだな。確認してみるか。効率は何でもいい。なぜか彼女のことが気になった。おお、なんかちょっとときめいてるやん。あの不思議な雰囲気ときめいてるやんお前。恋か？恋なんか？などと考えているうちに来てしまった。スポーツ系のおすらじみとおっぱい大きい院長とかそういう周りの人にいながら、ああいう子が好みなんか？どれ、転校生はどこだろう。廊下に出ている男子生徒たちがいた。夏場は教室の中よりも廊下の方が涼しいからな。彼らに聞くと教室の後ろ側の扉の目の前の席らしい。彼女なのだろうか。俺は顔を扉から覗かせる。そこにはおるんかな。全く違う。全く違う。もうさ、違いすぎてさ、人間で女性っていうことぐらいしか共通点ないレベルで違うんやけど。逆に共通点見出すことの方が難しいレベルで違う人出てきたんやけど。すっごいパツキンのチャンネル出てきたよ。恐竜のパツキンのチャンネル出てきたよ。もはや同級生かどうかすらも怪しいようなレベルの人が来たけど。年偽って入学してきてる、もしかして。あの、転校で、なんかちょっと、年偽って何かのためになんか、裏で暗躍するためにわざわざ転校してきてみてみたいな。ガンダムウィングのヒーロー優位的なポジションのやつが。なんかそんな気がしてきた。金髪で危険な雰囲気を醸し出している少女。屋上で会った少女ではない。少し
がっかりし、がっかりかな。俺としてはこんな巨人のチャンネルの美女が出てきたんやけどさ、もうちょい話進めてこの子と仲良くなりたい気がするわ。でもなんかこの子喋り方がきつかったら嫌やな。はぁ、あなたに関係ないしみたいな、なんかそういうきつい喋り方だったら嫌だな。俺おとなしい方のこの方が俺好みだからな。目が合ったよ。なんだよ今のやりとりは。お前なんなんだろうと思った時、バイオレンス。おばれ高さ、派手にやられたようだが、どうした？何があった？どうしたのさ、カズトが吐血してるよ。さあな、俺にもわからん。何を感じ取られたんや。あ、そうか、目立たないようにしとかなあかんもんな。潜入のために転校してきたんだったら目立たないようにしといた方がいいもんな。じっと見つめてきた高崎のことが何かやばい追手とか死角に見えたんだろうな。先にやっておこう。やられる前にやれみたいな感じか。大方好みのタイプじゃなかったんで、その子の前で盛大にため息でもついてるだろう。お前じゃあるまいし、そんなことしないよ、失礼な。確かに無意識ため息をついてしまったかもしれないが、だけどそれだけでいきなり拳が飛んでくるのは不条理だ。知ってるか高崎。なんでね、なんかさっきからさ、お前高崎って呼びながら文字はカズトなん？何をだよ。野生の世界では目を合わせるってことは敵に現れない。どこの世界の話だよ。ってことはあれか、その転校生は随分な Y の学校から転校してきたのか。ハルカレベルの攻撃をできる人間や他にもいたとは。いやはや世界は広い。あ、そういえば委員長、さっき聞き忘れたか、転校生の名前は何て言う。変な名前だったりするんだかな。なその名前みたいな、そういう落ちてくるんかな。名前、そなた社員コーラスさんよ。もうツッコミどころだしかない。ツッコミどころしかないわお前。なんか略したらソシャコじゃねえかお前。ソシャコ。ミドルネームまであるからな。ああ、脳に刻み込んでおこう。どうでもいいな、正直。多分今後も出てこんだろうから、どうでもいい名前だろうけどな。妙に名前を覚えてしまうんやもん。なんかこんな横文字の名前だもん。あの転校生には近づかないようにしよう。なぜかはわからない、でもなぜか不条理に殴られそうな、そんな気がしたからだ。そういえばあの屋上の子の名前も聞き忘れたな。頭痛でぼんやりする頭でそんなことを考えていた昼下がりであった。なぜ名前なんだろうな、あの女の子も。そしていつの間にやら放課後だ。俺は特に何もないので帰ることにした。その途中、階段で見知った二人が何事か何か話しているのを見つけた。委員長と綾瀬先生だ。一体どんなこんな場所で何をしてるんだ。まさか委員長、先生にブラジャーくれって言われてるのか。やめときなよ先生、それはセクハラだよ。なあ美桜、本当にこの辺りなのか。はい、間違いありません。何の話をしてるんだ。とはいえここは階段だぞ。高崎、ちょうどいいところに来たな。なんか関わっちゃいかんような香りがしてくるんだけど、そう大丈夫かな。一体何してんですかこんなところで。なんか関わっちゃいかん香りがしてるっていうのは感じてるのか、高崎もなんか冷や汗をかいてるね。いや、美桜がこの辺りから猫の鳴き声が聞こえてくるって言うんだけどな。猫？中には入り込んどんの？あ？なんかそういえば聞こえてきたわ、俺猫の声が聞
聞こえてきては、こっちの方から聞こえてくるな。そう言って、刹那圭介は委員長のおっぱいの方に顔を近づけた。それを見た委員長は、顔を真っ赤にしながら顔をビンタしてきたのであった。ありがとうございます。猫。聞き返すと、あたりをキョロキョロして見渡していた委員長が俺の方を見て向いて言った。ねえ、高崎くんには聞こえない？委員長、委員長もしかして勉強しすぎで頭いかれて変な猫の声が聞こえてくるようになったとか、そういう順じゃない？ねえ、猫の鳴き声ねえ。俺は耳を澄ませてみるが、教室に残っている生徒たちの騒音が遠く聞こえるだけであった。私は鳴き声の幼さからまだ子猫だと思うんだけど。え、委員長、猫飼いたすぎて猫の声が聞こえてくるようになってしまった。幻聴が、子猫は飼って、僕のことを飼ってって声が聞こえてきてるのか、飼いたすぎて。これで誰かがモノマネしとった。高崎あたり黒なぎあたりがさ、声、猫の声真似やってただけでしたみたいなオチじゃないだろうな。ねえねえねえ、高崎くん、にゃうって聞こえない？にゃうってなんかすごい必死だな、お前。高崎くんってば。まあ一度落ち着いてみよう、委員長。聞き間違いってことも。普段の委員長らしくならぬテンションに圧倒されて、俺は後ずさる。すると後ろに壁が当たった。あれ、今かすかだが壁を通じて猫のような鳴き声が聞こえたような気がした。マジか、ほんまにおるの。今度は壁に耳をつけてみる。やはり聞こえた。しかしどうしてこんなところから聞こえてくるんだ。確か黒壁の向こう側には倉庫が隣接されていたはずだ。やっぱり何も聞こえんし、空耳なのかもしれないな。俺はそんなことをぼやく、綾瀬先生に向き直る。いえ、これはきっと空耳なんかではありません。なんか生理物みたいな BGM 流れ始めてきた。相棒みたいな感じ。え、高崎、それはどういうことだ。なんとなく事態が把握できました。しかも俺の予想が正しければ、おそらくは。どういうことだ。説明は後です。今はそれよりも今必要なものは。なんかすごい真面目そうな推理物の展開になってきたぞ。普通に考えれば鍵かな。あえてシャベル持っていくもんね。先生、急いでシャベルをここに持ってきて。なんか選択肢間違えた時みたいな効果もまだなったけどまあふざけてシャベル選んでるからな。シャベルだな、持ってくるから待ってろ。綾瀬先生は階段を降りて外へと出て行った。やがて先生は明らかに工事でも使えそうな大きくて頑丈なシャベルを持ってきた。そんなもんどこにあったん。持ってきたぞ。それで一体これはどういうことなんだ。順を追って説明しましょう。すべての因縁はこの校舎の建築工事の。ほう、なんかほんまになんか推理ものの推理中の話みたいな感じになってる。建築工事。そう、その最中に何のこの壁を塗り固めるためのセメントの中に。ゲームギャボが何言ってんだこいつみたいな BGM 流れ始めてるからな。そしてそのまま誰にも気づかずに作業は進められて、子猫は壁に塗り込められてしまった。死んでるわそれ。だとしたら死んでるわそうだったのか。真に受けないでください。先生、真に受けないでください。さあ綾瀬先生、今すぐ壁を打ち壊して助けてあげてください。鳴き声が聞こえてる間はまだ子猫は生きて。なるほど、そう考えれば納得がいく。わけあるか。おーっと、ノリツッコミだった。その時、綾瀬先生の元シャベルが宙を切る。ちょっと
ツッコミすぎは、ツッコミにしては強烈すぎは強いか。大体この校舎って築15年だぞ。ああ、割と新しい。ないだろ。セメント漬けになった時点で生きていられるか。そうやな。バイオレンスな映像と共にお送りしております。なんだこれ、日暮らしの泣く頃に、なん日暮らしの泣く頃に、なんこれ日暮らしの泣く頃に、になんか猫が泣いてるみたいな、猫も泣く頃になってもらう、海猫の泣く頃に、海猫って鳥だよ。あや先生は手に持ったシャベルで思いっきり殴ってくる。マジでそれは狂気。いや人死んでるわ、それ人死んでるわお前。じゃあバラバラ殺人作る気か。壁と同化して妖怪猫壁へと究極進化を遂げたってことで、おそらく壁の中の猫の白骨を取り出さないとこの会は収まらない。おお、そうかそうか、面白いこと言うなこいつ。暴力、もうここまで来たらツッコミというか暴力ですよ。綾瀬先生は笑顔でしゃべる講義を続けてくる。ちょっと手こげよ。うわあ、本気で怒ってる。そりゃあ、しゃべるだって重いもの。早く、急いで運ばされたら怒るよな。納得だって言ってる場合じゃなくて。俺はなんとかしゃべるを、シアハドリのように受け止めながら言う。これはほんの冗談で、実は他のものが必要なんです。大人なんだから、それぐらいの冗談を分かってくれますよね。な、自然で見つめると、綾瀬先生は、しゃべるを、床に放って、言った。ほう。それは何か、ちょっと半分怒っとる時の顔やもんこれ。何か視線が怖いが仕切り直しだ。今度こそ必要なものは鍵だと思うよな。隣の倉庫の鍵をもう開けないとみたいな感じやけど、あえてはしごを選んじゃう。この倉庫の前まではしごを持ってきてください。 よしちょっと待ってろ。綾瀬先生は走り出す。おそらく宿直室か何かに端っこを買いに行ったのだろう。俺は上履きのまま一つの倉庫の方に回る。少し遅れて委員長が靴に履き替えて出てくる。高崎くん、一体どういうこと。あれ、これ正しい選択肢だったんかな。階段の踊り場は薄い壁を隔ててこの倉庫と直結している。高さも考慮すると、つまり猫はこの倉庫の屋根にいるはずなんだ。おそらく屋根に登ったのはいいが降りられなくなってる。ああ、屋根の上におるパターンね。あ、中じゃなくて。あ、でもあれか、鍵かけとったらなんで猫入ってきとるねんって話になるけん。そうか。そんなことを話していると、綾瀬先生が丈夫な作業用はしごを持ってきた。戻ってきたか。俺はそれを倉庫の壁にかけると屋根へと上がる。あまり丈夫な作りではないらしく、一歩踏み込むことにきしんだ音を立てる。怖い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 。委員長支えてて、委員長支えてて。動き回ると屋根が抜けそうで怖いので、最低限の動きで操作する。しかし一通り見ても猫の姿はない。俺の勘違いだったか。まあ推理は悪くなかったけど。おっと、死角にいる。そう思った時、死角になっている場所から猫のような鳴き声が聞こえてきた気がする。そうか、向こうか。俺はそっとそちらの方向に足を進める。するとそこには、落ちよう、当ててしまって申し訳ございませんでした。ジャイアンのパンチや。それ、ドラえもんのジャイアンのパンチや。黒なぎはそのまま屋根を転がり落ちていった。まあ相手は黒なぎだ。大丈夫だろ。あいつはゴキブリ並みにしぶといからな。すると間もなく下から案の定な抗議の声が聞こえてきた。高崎、いきなり何するんだよ。ごめんごめん、思わぬところにハムスター野郎がいたもんで条件反射的に手が動いたんだ。とっとこくなぎ太郎、とっとこなぎ太郎じゃ。大好きなのは委員長のオッパーです。誰がハムスター野郎だ。
とっとこなぎ太郎。ところで黒なぎ、お前こんなところで何してたんだ。昼寝だよ。昼じゃないけど紛らわしい声出すな。だったら紛らわしい声出すなよ。お前こいつは八重の上で寝る奇特な趣味があったのか。黒なぎくん大丈夫？かなりの高さから落ちたみたいだけど。心配しないであげてください。こいつ自業自得なんで。大丈夫大丈夫、俺って体丈夫なんだ。念のために保健室に行っておいた方がいいと思うんだけど。保健室？ちょっとそれは。ああ、そうかそうか、本当に大丈夫だから。保健室ってやばいとこだったもんな。だからただな、委員長が言ってるんだ、保健室に連れてってもらえ。黒田がなんとか保健室送りの刑から逃れようとこの場を立ち去るようだと、不意に黒田が俺の方へと振り返る。おい高崎。なんだよこんな時に。その屋根の隅の方に穴あるだろ。そこなんとかならないかな。穴？俺は黒薙の言う方向を見る。するとそこには誰かが足で踏み抜いたような穴があった。しかしどうしてそれを俺に言うんだ。処理してほしければ綾瀬先生に言うべきだろう。その時だ、穴の中から猫のか細い鳴き声が聞こえてきたような気がする。俺はそっと覗いてみる。そこには小さな猫がうずくまっていた。俺は手を伸ばして猫をすくい上げる。そこにいたのが、猫は衰弱して抗うこともできないようだった。微妙なところの穴にははまって倉庫の中に閉じ込められてたんだな。俺は猫を抱きかかえるとはしごを降りる。猫にゃん。まあ猫好きだったんだね、委員長。委員長の萌えキュンなシーンを見て、高崎くんのハートに大ダメージだ。ダイレクトアタック。委員長に腕の中を猫をむしり取られた。多分本人にはそんな自覚ないだろうが、俺は委員長に抱かれてぐったりしてる猫を見やる。うわ、猫羨ましいな。どうせ抱かれてるってことはおっぱいにも、おっぱいの柔らかさ知ってるんだろう猫お前。それは小さな黒猫だった。委員長の予想通りまだ子猫なのだろう。しかし今のテンションの委員長、このまま放っておくと猫の容態が危なそうだぞ。ああ、委員長、まあまずそのぐったりした猫を見てみろ。ああでも猫もさ、人間のおっぱいに触れながら死ぬんだったら本望だみたいな、女性のおっぱいの中で死にたいっていう、なんかガンダムの鉄血のオルフェンズにもそんなキャラクターがおったような気がするな。わあ大変、こんなに真っ黒に汚れちゃって、今すぐお風呂に入れてあげないと。オーバーキルだな。委員長、お風呂って、いかんいかん、何を考えてるんだ俺。今ちょっと委員長の裸姿を想像してしまった。委員長、そいつはもともと黒猫だ。それもわからんかった。あら、本当ね、いい毛並みしてるわ。そんな委員長はいい気してるわ。いかん、今の委員長のテンションにこれ以上ついていけない。甘々だ、こういうのも可愛いけどさ。俺は唖然としている綾瀬先生にあの猫の保護をお願いすると校舎を後にした。何だったのこれ。一応鍵を取った時の選択肢を見てみよう。倉庫の鍵、今すぐ持ってきてください。中にはおらんけん、この倉庫の鍵ってもハゼになると思うんやけど。わ、分かった、すぐに持ってくる。俺の言葉に綾瀬先生は下の1階の教官室へと向かう。高崎君。委員長、俺たちも下で待ってよ。俺と委員長は階段を降りる。スクールとそこは1階だ。1階の階段の下には扉がある。
そこが外の倉庫とつながっている入り口なのだ。やがて綾瀬先生が鍵を持って戻ってくる。これでいいんだな。ええ、おそらく真相はこの中です。俺は綾瀬先生から鍵を受け取ると扉を開けた。重い扉。中は冷たい空気と独特のカビ臭さで満たされていた。で、高崎、これはどういうことなんだ？どうもこうもありません。俺と先生で院長を押し倒して 3P に持ち込もうとしているんです。階段の踊り場は薄い壁を隔ててこの倉庫と直結しています。つまりそれはこの中に猫ニャンがいるってことなのね。もうさ、猫大好きモードに入ってるからな、院長が。猫ニャンってまあ、うん、概ね合ってる。でしたら早く手分けして探しましょう。院長のその言葉を合図に俺たちは散って倉庫内の捜索を始めた。倉庫の中は狭いのだが、ごちゃごちゃと物が置いてあってなかなかに動きにくい。3人という人数をうまく利用して手際よく調べることができた。しかし猫の姿を発見することはできなかった。まあさっきの選択肢を見ておけんそうだろうなって感じやな。あ、先生、この縄跳び見てください。これで院長のことを縛りましょう。一体他にどこに探す場所が。俺たちはおのおの猫が隠られそうな場所を視線の部屋中泳がせて探す。そしてその視線はある時点で重なった。それは天井。あ、そこで天井に向かうんじゃ。調べてないとすれば天井の、うん、なんて読むかわからんけど、なんとかのようなところぐらいだ。しかし少し高めになっていて、俺が背伸びをしたぐらいでは覗き込むことすらできない。どうしたものか。俺が考えていると綾瀬先生が思いついたように言う。なんだ、簡単なことじゃないか。嫌な予感がするな。え、お前が三桜を肩車すれば余裕で届くじゃないか。あ、なんかそれ役得っすね。委員長の体を直に感じられるし、割と役得っすね。大体の重さ、委員長の重さ見よって感じられるから、うん、肩車いいんじゃないですかね。肩車ってあまり俺って体育会系じゃないんだけどな。猫にゃん。そうだぞ、シノニャンがそう言ってるんだぞ。お前心配してるんだぞ、シノニャンが。委員長は涙目で天井を仰いでいる。何か普段の委員長とは似ても似つかないような様子だ。まあ他ならぬ委員長のためだ、膝肌脱いでもいいか。委員長、肩車だ、登れるか。俺は委員長が乗りやすいように肩を落とす。そう、悪いわね。よいしょっと。ちょ、委員長。委員長が俺の肩をまたぐようにして足をかけると、その拍子に下着が視界にチラチラと。何色なん、何色なん、委員長。これはちょっと健全な青少年には問題がある展開だな。まあ委員長はすぐに肩に体を密着させてきたので見えなくなったのだが、俺は委員長で、あ、委員長が足で俺の頭を挟み込むようにして体勢を整えたのを確認すると、立ち上がってゆっくりと歩き出す。うわ、太ももの感触。猫にゃん。シノニャンの太ももの感触。猫にゃん、どこ。それにしてもだ、委員長の太ももって青少年にとっては破壊力ありすぎだな。おっぱいだけじゃなくて太もももムッチムチだな。なんていうか、いい感触でさぞかし膝枕してもらったら最高だろうなと思わせてくれる太ももというか。一体何を考えてるんだ俺は。あ、高崎くん、もうちょっと右の方見てみて。了解。あ、あとはあ、こんな感じか。猫にゃん捕獲。なるほど、黒薙のイベントをなしのままここまで来る感じじゃ、捕まえられる感じなんじゃ。黒薙がもうおらんようになるもん。あとは大体一緒なんだろうな。うわ、
一緒やな。本当ね、いい毛並みしてる。オッケー、なるほど。ワンチャン委員長押し倒して 3P にもつれ込めるんだったな。何言ってんだ俺は。